なさい、こんな夜に。別に、それはいいけど。やっぱり私、今みたいな状態、良くないと思うんです。それは、私だってそう思ってるよ。なんだか、私たち二人で、杉山くんを困らせちゃってるだけみたいで。だから私、ちょっと考えてみたんです。ちょっと待って。私、杉山くんのこと好きです。ミヤも、しゅう兄ちゃんのこと好き。そんな、いきなりそんなこと言われても。どっちも好きなんだよね。え？私のことも、愛さんのことも、どっちも好きだから決められないんでしょ。私たちも同じなんです。え？私、一緒に部活やってきたミオさんのこともすごく好きで、悲しい思いをしてほしくないんです。佐伯さん。だからね、決めたの。私と愛さんで、ね、しゅう兄ちゃんをシェアし